倉前駅は東京都台東区にある東京都交通局の駅である。所在地は浅草線が倉前2丁目、大江戸線が小飛吹3丁目となっている。浅草線と大江戸線が乗り入れており、それぞれ駅番号として浅草線に A17、大江戸線に E11 が制定されている。浅草線と大江戸線の乗り換え駅であるが地下で接続されておらず。 事実上は両路線の駅が独立して存在する形になっている。乗り換えの際は、江戸通りと春日通りを通っての地上連絡となるが、地上連絡のコースは、浅草線2番線ホーム線等の改札横にある A4 出口と大江戸線 A6 出口の間が200メートル離れている。また、浅草線1番線ホーム後方の改札前にある A2 出口と、 大江戸線 A6 出口の間は途中で江戸通りを横断するためさらに距離があり270メートル離れているさらに両線とも地下駅のためコンコースまで階段の昇降が必要であり A6 出口と大江戸線改札の間の距離も駅立体図の通りやや長く大江戸線はコンコースからさらにホームが地下に位置しているため両線間の乗り換えには頻繁な昇降及び歩行が 必要な状態となっている。そのため、目的地によっては当駅よりも大門駅で乗り換える方が便利な場合もある。開業当初の地名であった浅草倉前から。なお、地名の倉前は、江戸時代にこの場所に幕府の米蔵があったことから付けられた。浅草線は相対式ホーム2面2線、大江戸線は島式ホーム1面2線を有する地下駅である。 浅草線と大江戸線のホーム番号は東京地下鉄銀座線及び日比谷線の上野駅と同じくそれぞれ一番線、二番線である。浅草線のエスカレーターは a に出入口にエレベーターは a 零 A 一ビット出入口に設置されている。また大江戸線のエスカレーターはホームマイナスコンコース間と a 五 a 七出入口の一部区間及び a 六出入口に エレベーターはホームマイナスコンコース間及び A5 出入口に設置されている。なお a 零出入口は2014年3月8日に開設された自動改札機併設の出入り口である。浅草線の A3 出入口は位置する建物の老朽化による外壁落下の危険性から2014年2月より 改札とともに閉鎖していたが、建て替えを経て2020年8月29日より、共用を再開した。トイレは、浅草線が AHR、ベ入口横、大江戸線が、改札内コンコースに設置されており、どちらも車椅子対応である。浅草線側は、門前中町駅、つとむ関区浅草橋駅、つとむ区大江戸線側は、門前中町駅、 つとむ関区門前中町駅、ストム区の管轄、いずれも東京都へ交通協力会に委託している。大江戸線を建設した際に、浅草線との交差部に、大江戸線の駅を建設して、乗り換え駅とすることを企としていたが、浅草線の駅は、他線との乗り換えは想定されずに建設されていたために、交差部から若干離れていたということによる。なお大江戸線の建設時には、 浅草線のホームを北側に移設して乗り換えしやすくするという計画や連絡通路の新設案も立てられていたがどちらも資金難などのため中断されている。近年の1日平均乗降人員の推移は過表の通り。近年の1日平均乗車人員数は過表の通り。前日の通り、都営地下鉄線相互の乗り換えに時間がかかり、また浅草線は エアポート回徳通貨の関係で、日中10分間隔が開く場合があるため、大江戸線の駅から、浅草方面へは東駅から直接徒歩で向かった、場合が早い場合が多い最寄りの停留所は、倉前駅前、倉前2丁目、大江戸線倉前駅である。南めぐりんが、日立自動車交通、クルーリ、めぐりんが、京成バス、それ以外が、東京都交通局により運行されている。 倉前駅前倉前2丁目大江戸線倉前駅、浅草線の計画の一つとして、日本橋駅と東銀座駅の間に、東京駅経由の分岐線を建設する計画があり、その際には、上記のホーム移転に加え、当駅に追い抜き設備を設ける予定であった。しかし、都心直結線の計画にとって変わられたため、この計画は事実上消滅している。 倉前国技館の最寄り駅でもあったため、電車到着の際のアナウンスは、倉前、倉前、国技館前ですだった。注釈出店。ありがとうございます。